皆さんもチョボくんゲームでございます。ウイラプリ2021動画やっていこうということで、今回はメッシ電撃移籍新生パリサンジェルマン、メッシをやっていきたいと思います。全世界に衝撃が走りましたよね。メッシの移籍、バルセロナからパリサンジェルマンへ。自分もね、そのメッシ移籍した時はもうね、びっくりしすぎてね、夢なんじゃないかと思って。今のバルサ時代ね、メッシとの共演、パリ・サンジェルマンでまさかね、再びこの2人が見える時が来るとはね、思ってもなかったね。バッペ、ネイマール、メッシというね、もうあの MSN を彷彿とさせるかのようなね、火力を誇る3トップ。ただムバッペはレアル移籍の噂とかもあるんでね、現実世界で見れるかはまだわからないんですけど、バイナルダム、ハキミ、ドンナルンマ、さらにセルヒオ・ラモスというね、もう豪華な顔ぶれがね、 PSG 完全にもうウイレ化してるというか、ウイレのこのマイクラブみたいな感じですもんね。パリ・サンジェルマンでね、メッシがどんなプレーを見せてくれるのか。やはり注目はメッシ、ムバッペ、ネイマール、この3トップがね、どんな得点を見せてくれるのかね、楽しみだね。早速このメンバーで試合やっていきましょう。新生 PSG メッシ、ムバッペ、ネイマールが仲良くね、3人とも不調なんですが、中盤がえぐいですね。調子の良さ熱い。中盤から押し上げていくスタイルでいきましょう。いやーでも本当に夢のメンバーだよね。さあセルヒオ・ラモス、大丈夫、ドンナルンマです。このね、セルヒオ・ラモスが仮に破られたとしてもドンナルンマがいるんでね。ディンネルンミ、お、ネイマールいいよ。で、ここディマリア、ムバッペが出てくる。オッケー、まずはムバッペ見せます。メッシ、ネイマールに負けられないよと言わんばかりのね、ムバッペの、というかムバッペのレアル移籍の噂もあるんだよね。そうなのでね、いやメッシ神パス、いやこのホットラインを、ムバッペとメッシのホットラインを見てみたいね、現実でも。メッシのパス、えぐいっすね、これ。いや、やばかったね、今のパスは。セルヒオ・ラモス、ナイス。サンキュー、オッケー、ムバッペ。相変わらず怪物だね。エッジターンからの消える魔球。エッジターンからの消える魔球。さあこれはえぐい火力がとんでもないことになってますね。そもそもね、 OK ラモス、サンキューセルフラモスラモスのこのね、やっぱりね、対人戦のね、負けない強さ、セルフラモス立ちはだかるよ、もうとにかく。 OK ドナルンマ、またもや来ました、ムバッペ、そしてネイマールが空いている。ネイマールですね、ここはムバッペから落ち着いてる。最強火力かもしれないね、サッカー界いやーセルヒオ・ラモスの足が長い。2枚を引っ掛けてからのコントロール、あードリブルはいいですね、ネイマールのキレッキレドリブル。さあ、おっけだいやーディフェンダー陣にね、ドンナルマ、ゴールキーパー、さらにフォワードすごかったね、新生 PSG。 ムバッペ、メッシ、ムバッペ、ネイマールの形で決めるということでね、メッシのね、デビュー戦ゴールはお預けだったんですが、次の試合ね、決めていきたいと思います。いきましょう。メッシのゴールが見たいぜ、絶好調、いってくネイマール絶好調、ムバッペ好調、すさまじい PSG 最強時代。さあ特殊ダブルタッチずらして、よっしゃメッシ、くー惜しい、今のバーストは効いてくるよ。オッケー、ファールですね、よしよしよし、来たよ。メッシのパリ・サンジェルマン初ゴール、フリーキック、いけるかな、なんか本当にありそうな気がしてきたね。メッシなら、メッシならマジでありそう。うわすげえ、えぐい今の、ボール入った瞬間ゴール外に弾き飛ぶ、もうキーパー絶対止めれないやつだねあれえぐいフリーキック、叩き込んだな。いやーメッシ無敵状態、ディフェンスは足出してるけど、メッシの前に行くとね、やっぱり無力化できるというね、パワー。オッケー、ラモス、ザニオロ対ラモス、あーメッシナイス、ムバッペとメッシの共演、
ダブルタッチで開け、そこのドリブル。ダブルタッチで開け、そこのドリブル。さあメッシ、キックフェイントいける、4点目オーケー。ということで接戦でしたけど、 PSG メッシの攻撃力4得点、メッシフリーキック、まさにこれ絶対と、これは止められないですね。どんなキーパーでもやっぱり割と本当にパリ・サンジェルマン初ゴールフリーキックありそうだよね。背番号10じゃないメッシね、新鮮ですね。得点もまだまだ取って、アシストも狙っていきましょう。パリ・サンジェルマンでもメッシはメッシしてますね。調子好調、ムバッペ好調でネイマールの普通で、さあネイマール、ネイマールがどうするか、キャンセル、ネイマール見せる、ドリブル、キャンセル、ネイマール見せる、ドリブル、ネイマールのドリブル、いやー使ったね。ネイマールがねキレッキレなんすよね。いや惜しい、裏ガイド特殊ダブルタッチ、キャンセル系男子をやろうと思ったんですけど、さあネイマール、オッケー、キャンセル、いけ、うん、ネイマール、ネイマール、ー止める、止めてくる。さあメッシだったらメッシ見せる、ネイマールで無理ならメッシがあるという、このですねもう最大火力ですね本当。ネイマールメッシの活躍により勝利、メッシムバッペに負けてられないと言わんばかりのネイマールのドリブル、この強さですね。このキャンセル系からのね高速移動系は強いな、やっぱり新生パリ・サンジェルマンを次ラスト試合いきましょう。超銀河系パリ・サンジェルマンラスト試合いきましょう。メッシ好調、中盤2枚絶好調、よしでこれでカウンターですね。いやーないぼ、メッシがここで見せたい、よいしょ、すごい動きしてるな、ほんと見せたい、よいしょ、すごい、もうメッシはメッシだもんね、どんなチームに行ってもこれをやってくれる、それがメッシだと思うんで、いやうまい、うわーうまい、それはやられました、うわー内部メッシ、メッシ、いやーこれは PK だー、ということでね、メッシ怪我しちゃったんで、これはもうネイマールに託すしかないですね。 PK99 ネイマール、真ん中、これ真ん中ですね。あえての真ん中でしょ、動くでしょう、あれやっちゃったこれ。私やっちまったパターンですかね。メッシから託された PK 外したが、まだムバッペ諦めてない、ネイマールもいける、あるよムバッペ、ムバッペ、ヒール、ネイマール、よいしょー、これが諦めなかった、 PK は入らなかったけどね、メッシの思いはつながりましたよ。メッシ、パリ・サンジェルマンがね、いやーここまずね1点目のところドリブル、まあ、緊急停止でまず1枚かして、ダブルタッチ、キーパーもかして、ディフェンスもじゃかして、ゴールという驚異のドリブル、このムバッペのヒールでキーパー引きつけて、いやーもうこれは興奮しましたね。パリ・サンジェルマンの移籍すごいからね、まあ、特に今回のムバッペ、メッシ、ネイマールのね3人の得点、あとはラモス、ドンナルマのディフェンスの部分、そこがね非常に効いてたかな。実際メッシのデビュー戦が多分もうすぐだと思うからね、パリ・サンジェルマンでの初ゴールはメッシどんなゴールをね取ってくれるのかな、まあ、そこもね楽しみに待ちたいかなと思います。またいろんな動画出していくんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。また会いましょう、さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクープ！